耳川の戦い、耳川の戦いは、天正6年、1578年、九州制覇を狙う文後国の大友総林と、薩摩国の島津義久が、日向高城河原、宮崎県木城町を、主戦場として激突した合戦。高城河原の戦い、高城河原の戦いとも言う、薩摩比、南九州の支配者である島津市と、豊か畜比。 北九州の支配者である大友氏の関係は長い、間良好であった。島津氏と日向の伊藤氏との対立においても、永常年間以来、大友氏がたびたび、島津氏に有利な条件での仲介に乗り出しており、お互いの勢力圏には干渉し合わない、事実上の同盟関係にあった。国内情勢が不安定な状態が続いた島津氏に、とっては、自国の安全を、補助で、 大友氏との関係は重要であり、民などとの対外交易に関心を有していた大友氏にとっても、海上での船舶の安全を図る上で、島津氏との関係が重要であったからである。実際、島津領内に漂着した大友氏の船の扱いを、めぐって、天正元年、1573年8月25日付で、大友氏の下半周、田原近方、薄木観測、志賀屋宿 佐伯これのりから、島津市の老中、川上忠勝、島津末久、村協定、伊集院久信、平田正州、伊集院忠資金に当てた、連書状には、両家の関係を、紀下、島津市東方、大友市代々秘匿御意向と表現し、反対に9月に、島津川の川上、村田、伊集院忠資金から、大友側に当てられた返書にも両家が、 御権令の関係であることが記されており、両家の関係が同盟関係であったことを示している。また、A63 年1560年に室町幕府将軍、足利義輝が島津氏と伊氏の対立の仲裁に当たった時も、島津高久は義輝の使者である伊勢定高、万所執事に対して大友氏を加えた和平であれば受け入れると回答したと、 島津市の家臣の河山義久が書き残している。この同盟関係の結果、島津市は、薩摩、大隅、日向の統一事業に専念することができ、大友氏も、北九州での戦いの最中に、島津市や伊藤市に背後をつかれる不安を解消できたと考えられる。ところが、天正五年、1577年、日向の伊藤義助が、島津市に敗北。 日向を追われ、大友氏に身を寄せた。大友総林は、伊藤家主従に三百丁を与えて庇護した。また、伊藤家の旧臣であり島津家に降伏した、角川城主のメラ城モ門、塩見城主の右松城左モ門、三院城主のメラ紀内が、大友家の重臣再起帰入道終点に、日向新興寺の先導役を申し出た。こうした状況の中、天正六年、 1578年に入ると、大友総林、吉宗は、島津市の北上に対抗して、伊東市を日向に復帰させるために3万とも4万とも、いわれる軍を率いて日向への遠征を決定する。大友軍は、日後口と文後口の二手に分かれ、滋賀道、輝き、休網観光、一万田明、ミラが日後口を、大友総林親子は、文後口を担当した。天正年、 1578年2月21日大友軍の先法は日向国門川城に入った。文後に亡命していた伊東家の家臣団も先法に加わり、日向の国州へ調略を行った。伊東家急進、長倉雄勢は耳川を越えて島津家の勢力圏に侵入、石の城で挙兵をした。それにこうして内容を約束していたメラ城エモ門。 右松白左衛門、メラ機内が挙兵し島津方の健城主、土持ち近主家を攻めた。3月18日には、佐伯木入道、田原近方、滝田鎮修らが土持ち近主家攻撃に参加し、大友軍による日向進行が本格化した。土持ち近主家は、松尾城に牢城したが、4月15日に陥落し、ムカバキへの撤退中に捕らえられ残殺された。大友軍は、 耳川遺北の日向制圧に成功し、島津家の勢力は耳川遺南に交代した。一方、島津義久は6月に、島津忠長ら7千の軍を日向へと派遣、長倉雄勢来東家の残党がこもる石の城攻めを命じた。島津軍は7月8日に総攻撃を開始したが500人以上の死傷者を出して撃退され、日向佐渡原へと撤退した。大友義宗は、 石の城老城軍に手紙を送り、勝利をねぎらっている。大友軍は土持領への進行時、領内の自社仏閣を徹底的に破壊している。その背景にはキリシタンだったソーリンの意向が影響している。一説によるとソーリンは日向でキリシタン王国の建設を目指したという。ソーリンのキリスト教営の系統は、家臣団との間に不協和を生じさせた。 総林は8月に宣教師と共に、日向国に入り、武士家に本営を置いた。島津義久は、大友家との決戦に専念するため伊東家山島の総統を開始した。島津誠二らの諸将が8月に、伊東家山島のこもる日向国上野城と熊城を攻撃、9月に両城を攻略している。上野城攻略から4日後、将軍、 足利義明の使者が島津家の死とを訪れた。大友氏は北九州をめぐって、毛利氏と攻防を続けていたが、その毛利氏には、織田信長によって、京都から追放されていた室町幕府将軍、足利義明が亡命していた、とも幕府。毛利氏が上落に踏み切らないのは、大友氏が背後を脅かしているからだと考えた。足利義明は、9月に、島津市に、 大友領に進攻して、大友氏の毛利領進攻を止めさせるに命じる、大内垣を出した。これを受けた、島津義久も大内垣を退任名分として、さらなる北上を決定する。義久は、島津聖治ら一万の軍を北上させ、再び石の、城を攻撃した。工場戦は9月19日から開始されたが、29日には、島津方の猛攻に屈し老城軍が講和を申し出た。 島津軍は、城兵の生命を保証し、長倉雄勢は、石の城を明け渡すと、文吾へと撤退した。10月20日、耳川遺北に布陣していた、大友軍が南下を再開、島津方の幼少高城を包囲した。佐渡原城主の島津家久は、高城に急行し、高城城主、山田有信と共に守りを固めた。大友軍は、 数千丁の鉄砲と国崩しと呼ばれる大筒を使用して三度にわたって攻撃を行ったが、島津家久と山田有信は城を守り抜いた。10月24日、島津義久は薩摩、大隅の軍勢を動員、三万の兵を率いて鹿児島を出陣した。島津軍は神谷城を経由して佐渡原城に入ると日光各地の守兵を合わせ四万の軍になった。 11月9日、島津義弘、島津誠二、伊集院忠宗、上幾閣県らの諸将が宝部城に入り軍議を開いた。松原に婦人する大友軍を撃破するため、洋道部隊と3つの副兵部隊が小丸川を溶かして出立し、島津義弘は小丸川の南岸に婦人し戦況を見守った。300の洋道部隊がまず松原の大友軍を襲撃。 二河を破壊し七十五人を撃ち取った。事態に気づいた大遊軍が松原の陣に急行すると、陽道部隊は、副兵の埋伏地点に退却した。また、副兵を支援するため高城の島津家久が、出撃、大遊軍本隊を牽制した。三つの副兵部隊は、埋伏地点におびき出された大遊軍を殲滅、敗山兵を追って、松原の陣に突入し火を放った。 島津義弘、島津誠二、島津忠長、伊集院忠宗らの主力部隊も混乱に乗じて溶かし、高城側の南岸に布陣した。島津軍は大友軍の陣に火矢を放ち、伏兵によって各陣地を寸断した。前哨戦の敗北により大友方は、田原近方ら16人の死者を島津の陣へと派遣、講和を申し出た。一方で大友軍は、 主戦派と講和派に割れ方針が不明確だった。軍議では、主戦派の滝田鎮州は、交戦を主張していたが、大将の田原近方は、島津軍との和睦交渉を進めていたためこれに、応じなかった。滝田鎮州と再起終点はこれを不服として、島津軍に攻撃を仕掛けたため大友軍はこれを、放置するわけにもいかず、やむなく、島津軍と戦うことになった。また、 大友軍の軍資格熊一周は、結界の雲が頭上を覆っている時は戦うべきでない、と主張するも結局交戦に至った。再起終点は、当初慎重論を唱えていたが、軍儀の席で滝田に侮辱され、それが原因で滝田と共に攻撃を仕掛けた。一方、大友方の軍儀を知った、島津義久は、決戦に備えて、諸将を埋伏させ、自らは一万の兵を率いて、 ね、根白坂に布陣した。島津聖人の馬印が攻撃の合図となり、馬印が立てられるまで攻撃は禁じられた。11月12日の朝、滝田、佐伯の軍勢が、小丸川北岸に布陣する、島津軍前衛への攻撃を開始した。大友軍の本隊も二人に続き、島津軍前衛部隊は壊滅、北郷時久、北郷久森らが戦死した。 勢いに乗った大友軍は、小丸川を渡ると、島津義久本隊へと殺到した。島津義弘、島津俊久、伊集院忠宗らが大友軍を迎え撃ち、副兵部隊を指揮する、島津政治が大友軍の陣形が伸びきった段階で、馬印を立てた。前後左右から副兵が大友軍に襲いかかり、高木の島津家久、ね白坂の島津義久も攻撃に参加した。 包囲された大友軍は崩れて敗走。一部の物体は竹鳩が淵へと逃走。多くの兵が溺死した。ここで再起終点も戦死している。河原の首の陣が陥落。本陣も制圧されると大友軍は耳川方面へと逃げ。島津軍は敗走する大友軍を追撃し多くの首を上げた。大友軍は3000人近い人数が戦死したが、これの大半は敗走後に、 急流の耳川を渡りきれず溺死した者や、そこを突かれて、島津軍の兵士に殺された者だという。敗北を知った総林は単身文庫へと逃走。耳川の合戦は、島津家の勝利に終わった。大友氏はこの戦いにより、直進の再帰終点、滝田鎮守や、 筑区語国人の鎌町明生をはじめとする多くの重心や幕下の有力武将並びに兵力を失った。戦死者が多数出たため戦争未亡人となった者も多く、日向ごけという言葉が生まれるほどであった。さらに足利義明のおうち書きは、大友支配地内の有力国人たちにも送られ、その結果、秋月種座地、ね、筑全国の反抗や龍造寺高信、 非全国の無本などをはじめとする有力国人たちの離反を招き、その勢力、両国を大きく削がれることとなった。もちろん、島津氏を、はじめ藩王とも氏の諸氏が義明に本当に協力する、意思があったかは別の問題となる。また、足利義明の上落を妨害する、障害、六カ国の京都、天正六年十二月十日付、毛利照元宛て、島津義久垣として、 九団の対象になった大友氏は、吉昭を報じる毛利氏及びを打ちがきを受けた島津氏、竜造寺氏、長我壁氏ら近隣の有力大名すべてと対立することになり、京都の小田政権及びその後継政権となった豊臣政権との関係を深めて、窮地を脱する外交政策を展開することになる。なお戦後、立花同説は軍艦を務めていた、賀親神の罪を九段している。 島津氏は一連の戦いによって、九州内に帰行する敵はなくなり、九州南部、薩摩、大隅、日向の支配を確固たるものとした。島津氏は、この勝利後、大友氏の後ろ盾を失った熊野佐峨市を降伏させ、肥後の阿蘇氏、また、比前の龍造寺氏を沖田川手の戦いで下したため、九州内の国人たちは次々と島津方になびき始める。 さらに、大友氏の本拠地分護へ進行を開始し一時は、現在の大分市まで迫る。しかし、総林の要請を受けた、豊臣秀吉の介入によって、退却を余儀なくされ、ついに秀吉に教順することになる。罰は戦死、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。